ティス、プラケです。爬虫類飼育初心者の西亜風繁殖日記やっていきたいと思います。はい、今映ってるのは、まあ、いつものごとくペアリングしていますカノーさんと東さんですね。で、まあ、今ね、一見これ交尾してるように見えてると思うんですけど、実はですね、まだ交尾してません。交尾の体勢をとってるだけです。まあ、いつもこんな感じでですね、もう多分このね、動画回し始めた時点でもう30分ぐらいね、様子を見てるところで、やっと交尾の体勢に入るようになってきたなって言って、ちょっとカメラ回してるんですけど、だいたいこのね、今ね、接続してしまえばいい感じなのにっていう時にですね、加納さん、こううまく、こう、そういうなんていうんですか、接続しに行かないですね、こんな感じで、なんかどっか行っちゃったりとかして、なんかこうね、うまくいかないんですよね。で、またちょっとくるっと外行ってきて、またちょっとカミカミし始めるみたいな、仕切り直しですね。本当にね、この交尾をするまでに何回仕切り直すんだと。本当、東さんもそうですけどね、もう飼い主も東さんも本当にもう、まだかよっていうね、そんなのね、毎日のようにやってますね。で、ほぼね、だいたい最終的に加納さんはヘミペニスをね、出すまでというかね、接続しようとするまでは様子を見てるんですけど、まあ今までね、ちゃんとね、こう接続されたかもしれないっていうのは一回も見てなくてですね、まあ、ダメだなって、これは絶対ダメだなっていうのが結構多くて、もうなんて言うんだろう、東さんの太ももの上でヘミペニス出ちゃってたりとか、そういうことが多かったので、たまにね、ちょっとうまくこう誘導するように東さんの尻尾を上に上げたりとか、加納さんのお尻をね、ちょっとこう東さんのお尻の下に潜り込ませるような感じで、できるだけいい感じでね、交尾ができそうな体勢をサポートしたりとかしてたんですけど、それでもやっぱりね、加納さんがどのタイミングでヘミペニス出すかわからないので、なかなかうまくいかないんですよね。で、まあ介護交尾させてみたり、ずっと見守って交尾するのを待ってみたりっていうことをね、日々繰り返してるんですけど、未だこれは絶対うまくいったなっていう確信が持てた交尾っていうのはほぼないですね。一番良くて、これはもしかしたらうまくいってるかもしれないみたいな、そんな感じで、なかなかね、難しいですね。ほんと加納さんもひたすら噛むことに必死でですね、なかなかこう交尾の体勢に入らない。でもこうやってね、どんどん上へ噛もうとするから、東さん結局逃げちゃうしみたいなね、そんな感じなんですよね。いや、ほんとね、まあ西亜風の繁殖が難しいっていう感じなのか、もうほんとただただ加納さんがね、下手くそなだけなのかわからないですけど、まあ、これやっとちょっと交尾の体勢にこれは入るんじゃないかと思うじゃないですか。入らないんですねもう見てください、この東さんのえっていう顔ね。そりゃそうだよ、僕もえって思いましたもんね。で、またこうやってね、またすぐ噛み始める、んだったらさっきなんでこうね、交尾しなかったんだよって話なんですけど、東さん別に抵抗してたわけでもないし、まあ、ほんとなかなかね、まあ生き物ですからね、なかなか難しいところですけど。で、その後ね、こうやって見守ってたらですね、やっとまあつながっているかどうかわからないですけど、今ちょっとね、加納さんの尻尾がちょっとだけプイッて上がったと思うんですけど、多分あの瞬間にヘミペニスが出てるんじゃないかなと思います。で、一応ですね、今日はうまくいったかなと確認したら、加納さんの太ももの横にヘミペニス見えてますね。
ということは尻尾をめくるとつながっていないいつもこんななんですよ。だいたいこんなです。つながってるかなって思ってみると、東さんの尻尾の横のところに扁平節がくっついてて、こう総排泄口というかね、東さんの中に挿入されないと、まあ、こんなのをね毎日見せられてるわけですね。でもさすがにもうこれが続いてるとね、僕ももう見てるのも結構大変なので、で見てね、僕がちょっと介護したからって確実にねつながるわけでもないですから、ちょっとここらでですね、初期の頃のやり方に戻してですね、ちょっと、まあ、後日、まあ、今日じゃなくて明日かなぐらいからですね、もう東さんと加納さんをもう何日か同居させてですね、もう本当にね自然に任せてみようかなと。もしかしたら今までのねその掛け合わせの中で1回でもかかってればね、まあ、そのままね、卵とか産んでくれたらいいんですけど、まあ、まだね東さんの食欲が戻るわけでもないので、まあ、かかってる保証はないですから、まあ3日ぐらいかな、とりあえず様子見で加納さんと東さんを同居させてみて、まあ、それでもあとはね神に託す感じに少ししてみようと思います。普段はねそうやって西アフは交尾してね繁殖するんでしょうから、もうその自然のね本能に任せたいと思います。はい、というわけで今日は加納さんと東さんのペアリング、今日も失敗しましたという報告でした。あとはね次回また新しい同居環境を報告したいと思います。今日も最後までお話を聞いていただきありがとうございました。プラケでした。バイバイ。